じゃない、飲んじゃない。なんか改めましてこんばんは、M トークスです。こんなにたくさんの豪華なの見に来てくださいました。ありがとうございます。完全にアウェー状態で、我々バジライでじゃないか。真面目な演奏を見に来ていただいた方、大変失礼します。ということでですね、M トーク、ちょっと先ほど言いましたけど、メンバーが一人だけ違います。このイカ刺しは、いきさつはもともとね、うちのボーカル取ってギターを弾いてる昔の土佐藩の今のいう校長トラムじゃないか、校長が実は今日校長だから、あれ学校の校長なんですよね。修学旅行に行って今日帰ってくるっていうのを、このライブが決まった最初のリハの時に打ち上げたんですよ。違う、リハの後に、リハのね、算数国語理科リハで、ね、リハの、後に私は天狗をやるんですよ。ミーティング、ミーティング、ツッコミ、ツッコミ。難しい。ミーティングをやるんですよね。その時に、練習回った後のミーティングの時に、実は修学旅行で帰ってくる日なんだっていうことを言って、で、俺それ大丈夫なんだよな。だから校長がいつもように、いや去年は4時に帰ってきたけん大丈夫やねんとか言う。みたいに言ってたで、まあ校長やけんね、大体修学旅行の日程値も知ってるはずなんで安心してたんですけど、でも去年と今年と学校が違うんです。校長に報告はなかったそうです。その学校はほうれん草がなってません。まあ竹戸方面の時あるんやろね。違うか。はい、何だっけ。あ、でこの感覚久しぶりやわ。もともと初代メンバー検討してます。なんなんちやのんちやっちゃうね。ちょっとロバの人に怒られるよ。多分はい、終わっちくれじゃないか。じゃあ次行きましょうか。でこれでどの曲行くの。